はい、どうも、全力絶叫 YouTuber、ビーモリです。ニュースが入りました。ついに西武から森友哉選手を取ったオリックスバファローズ、もう人的保障で西武に放出する選手が、決まったとのことで、はい。これ誰かとね、言っておりました。もう、テイ・オカダ選手になるんじゃないかなとか、ワーニンじゃないかなとかね。いろいろ、ちょっと震えて眠っていたんですけども、はい、ついにその蓋が開けられると。もういろいろ思い入れある選手あるからね。いるからね。行かないでとね。もう震えて眠って。はい、結果、西武、オリックスに移籍の森の人的保障で、超約獲得へ。そう来たか。超約か。超約。ええ。じゃん、いいですね。台湾ネーム、ジャンイーです。僕の大好きな、別にルーツは何もないですが、実家のような安心感を覚える台湾人選手。東薬投手が、西武に移籍するようです。記事で出るんですけども、最速157キロを誇る直球と落差のあるフォークを武器とする右腕。今季は15試合に、登板して、22回3分の2を投げて、防御率 2.38。そんな良かった跳躍今年。防御率 2.38。 なんか意外と良かったんや今年。西武は平が先発転向することを受けて、中継ぎの許可、そういうことか。超躍は、日本経済大学卒業後、育成ドラ1で入団して、それは外野手からピッチャーに転向した。そういうルーツがありまして、まあ、超躍投手についてざっと説明すると、そうなんです。もともと野手なんですよ、野手。で、野手から19年かな、ピッチャーに転向して。ピッチャーから野手に転向するって話は、まあ、たまに聞くんですけど、野手からピッチャーに転向するって、ほとんど聞いたことないっすよね。そういうところで活躍、一軍で活躍した、超珍しい選手。いや、だからこれ、野球センスはすごいんでしょうね。これ覚えてるんですけど、2019年に先発としてデビューして、2020年も先発でやって、まあ結構いい素材は見せてたんですけども、まあ、なかなか安定感はなかったということで、で、これ去年中継ぎに転向したんですかね、2021年。で、結構最初の方めちゃくちゃ良かったんですよ。もうキレッキレのストレート。フォークとね。これ、誰来ても打てないなと。はい。これ、このまま超躍投手がオリックスの、もうこれ、7回か8回に定着するんだろうなというね。そのぐらいのボールを放ってたんですよ。2021年前半戦。これもう、来たなと。思ったその矢先、2021年の7月7日、これ、七夕の日、楽天戦。そこまで盤石のね、安定感を誇っている超躍投手。9回最後、ストッパーとして上がりました。はい。その時、ワーニーがちょっと調子悪かったかな。難なく、2アウトまで抑え、さあ、あと1人。迎えるはここで島内。2ストライクまで、あと1球まで抑え込んでから。いや、もういつもの超躍投手ならもういけるやろと。まあ、ランナーがなんか2人おるけど、3年差やけど、もう超躍投手やってくれってことで、言ったら、同点スリーランくれました。はい。信じられませんでした。はい、ここで島内はないやろ！それ以降なんか超躍投手、なんかえらい調子崩してね。はい。だから、結局、ここ島に全部狂わされたんですよね。超躍投手の去年の、あれは。そう、だから、ここ島にやられるまでは、本当にこれオリックスの中継ぎエース級やったんですよ。で、年が明けて、今年2022年。まあ、今年は正直僕もあんま印象なかったんですけど、数字見たら意外と良かったですね。2.38。意外と復活してる。だから、超躍投手。これね、西武が欲する中継ぎに、これ、めちゃくちゃいいんじゃないですか。だから、結局、ここ島にやられただけなんですよ、超躍投手。そこ以外は、もうマジでいい中継ぎなんですよ。ストレートも157キロを掘ってね。そこまでは日の付けどころがないピッチャーでしたから。いや、これ、西武はいい補強したんじゃないですか。で、オリックスもね、これだから、中継ぎのメンツってもう、1年ごとに変わっていくから、まあ、今年ね、その、良かった宇田川投手とか、山崎総一郎投手とか、後半戦ね、いますけど、そういうメンツがどうなるかわからないですから、それ2021年にも言えることだしね。2021年の中継ぎ陣も、もうガラッと変わったわけだから。だから、2023年は2023年で、新しいメンツ中継ぎ枚数を揃えなあかんところで、この、ね、期待感のある超躍投手が抜けるっていうのは、非常に、残念ですよね。あと、まあ、超躍投手なんと言っても、これ台湾のエースです、台湾の。僕が愛する台湾のエースですので、このズイ・チャオマンとかね、ウーネンティンとか率いる台湾代表のエースですから、はい。で、2019年のプレミア12でベストナイン取ってるんですよ。これだから、持ってるものは本当に、
すごいんですよね。ということで、これ、西武さん、めちゃくちゃいい選手来たんで、ぶっちゃけ。なんでオリックスを出したんかって言われるぐらいの選手が来たと思ってるんで。いや、これ、ちょっと本当に、ね、超役投手に、西武で頑張ってほしいし、西武に大事に扱ってほしいけど、ちょっとオリックス戦ではほんまに手加減してください。オリックス戦ではちょっと手加減を。あと、ここで島内には気をつけてください。ここだけ要注意です。そこで一気に崩れるんで。跳躍投手の弱点、ここで島内、それだけです。ここで島内を下げてれば、多分跳躍投手ほんまに中継ぎエースになるんで。これが跳躍投手の取扱説明書です。はい。西武さん、そこのところも含めて。フルネームで